こちらお布団が大好きさんです。ありがとう。聞き間違い、電話って聞き取りづらいじゃないですか、うん、職場の人ズケランさんが電話でお客様に、はい、ズケランです、ズケランズです、サシスセソスにてんてんズですと名前を説明、県外の人からしたらズケランって珍しいもんねとみんなで話をしていました。そのお客様から書類が届いたんですが、宛名がドゥケウラン様、ドゥケウラン、カタカナでドゥケウラン、海外の方、どこの国の人だよ。ズケランさんも聞き間違いはよくあるけど、外国人風になったのは初めてとのこと。本人は、私滑舌悪いですかねと悩んでいるということですね。え、じゃあこれ判断した人はズケランよりドゥケウランの方がありえるって思ったってことよね。うん、ウケる、いやードゥケウラン、やっぱ沖縄の名字って独特だからね。でもね、カタカナはね、さすがにね、海外と思ったね、ドゥケウラン。はい、まあ、そうね、伝えづらいですよね、ズケラン、だってね、ね、サシスセソとか、ね、言ってんのにね、ス、ね、ニーてんてん、こんなの言ってもちゃんと聞いてない。マリもほら、タチツテトって言ってるけど、やっぱもう全然だわけ。あもうあっちのなんかもう印象で、そう、多分よく聞く名字の中から変換されてる、そうそう、変換するんだはず。その中にドゥケウケウランがいたってことだよね。新外国人選手だよね。あ、うちの海外の友達と同じ名字だねって、ドゥケウラン。大変ですね、お友達ね。ドイツとかにいそうね。若葉のパパさんから、山口さん、久高さん、こにゃにゃちわなのだ。また山口さん、はじめまして。私のお悩み相談、私のいとこの子供ですが、次女が自分の思い通りにならないと怒ったり泣いたりしてます。一回だけ叱ったことがありますが、叱ったら余計怒り出しました。山口さん、久高さん、どうにかこのようなこと止める方法ありますかって。あー、何歳って言いました。何歳って書いてない、いとこの子供。あー、子供はね、そんな時期あるもんね。うん、これ無視した方が一番いいんじゃない。もう泣いたら何も聞かない。あ、ちゃんと話があるんなら泣かないで話すこと、じゃないともう聞かないって。俺は子供を育てる時、そうなるともう無理やりチューしてるとかってね。チュー、泣いてたら、あ、チューしてったらもう、ああやめてみたいになるよ。そしたらもう冷静になるけどね。じゃあ、いや、嫌がられるんだ、なんか嫌がられる、そう。え、チューされたら嫌がられるの。もう、この年やけんね。あ、そっかそっかそっか、そうだね、歯も中けん、この辺。ね、はい、入れろって言われるね。